ちょっと雨で流れてしまったんですね。ーはーはーで、王座の時代は吉村貞明さんにお越しいただいて、はい、今日は第二次長嶋政権時代のお話を伺いたいということで、槙原さんに桑田でもよかったです。まあね、いろいろ、いろいろあるんです。いろんな事情が、いろんな事情が、いろんな事情が、いろんな事情があって、そうかそうか。ぜひともということで槙原さんにお越しいただきました。まあ簡単に来てくれそうな人呼んだんですよ。そんなことないです。そんなことないですよ。いや今日はね、ほら伝統の一戦ですから。そうです、ね。それも含めてやっぱりゆかりのある。相手すごい強くなっちゃったね。タイガース。もうネタ振りしてたのにね。もう強いわ今ね。はい、さあということでいいですか、はい、あの本題に入ってメモリアルウィークスですから、はい、そうですね、1994年からの長嶋政権時代のお話を ね、伺っていきたいと思うんですが、はい、まあ、1994年といえば、はい、槙原さん、はい、5月18日、うん、何をやられたか覚えてますか。あの門限破りそれ17日ですね、前の日、前の日16日、はい、まあまあでも完全試合やれましたね、はい、完全試合やられましたね、はい、今のところプロ野球史上最後に完全試合達成されてる、そうですね、槙原さんですか。あの他の人がしそうになったら俺がもう絶対するなと思って心の中で念じてますから、ね、そしたらあれ杉内投手のフォアボール、そうダルビッシュも打たれる、打たれるあとちょっとまで行くんだけ ど最後俺が呪ってますから、ね、なるほど、ミスターパーフェクト、もうだからずっと今ミスターパーフェクトいけるわけですからね。そうです、最後、ね、でじゃあもしかして誰かがやっちゃったら俺、はい、その称号を使っちゃいけないの。いやいやそんなことないですけど、まあ、ちょっとこう印象が、まあね、印象はね、はい、そうですね、はい、ちょっとあの時のことを振り返っていただきたいですか。そうですね、はい、まあ、でも本当にあの年っていうのは前年度93年長嶋さん就任した年が、はいはい、J リーグが発足した年だったので、はい、ジャイアンツなんと優勝しなきゃいけない年だったんですよ。サッカーに負けちゃいけないと。そう、93年それで長嶋さん来てもすごい球場にもファンが訪れて、うん、また野球もっていう時に3位だったんですよ。あ、だから94年っていうのは絶対優勝しなきゃいけなかった、うん、で、その5月18日これまあ僕がやったんですけど、はい、まあ、チームにとっては単なる一勝なんですよね、はい、うん、まあ勢いはつかなかったんですけど、まあでもとりあえず僕その前の年に FA 宣言でどうのこうの巨人出る出ないっていう話がありました。それ長嶋さんが僕の自宅にですね、はい、花を持って、うん、槙原やっぱり巨人残ってくれということを言ってくれたんで、はい、まあ、私はもう当然巨人出るつもりも全くなかったんでなかったんですね、なかった、はい、ちょっと FA っていう制度があるからやってみようかなと思っただけでね、はい、あ、なるほど、ちょっと興味本位で興味本位でやったら大騒動になりました、ね、なりました、大騒動になりました、大騒動になって、はい、僕の自宅に長嶋さん来るって言った時に、はい、勘弁してくださいって言ったんですよ、はい、もう一選手のところに一監督来ても大変だから、都内のホテルに僕行きますから、あ、なるほど、はい、そこでお会いしましょうって言ったら、はい、ダメだ、うん、お前の家じゃないと意味がないって言われて、わかりましたって言って花を持って来られたんですけど、ちなみにあの花は何の花、バラです。バラの花束を、バラの花束を持ってですね、はい、来てもらって、まあとりあえず来年お前優勝もかかってるから、いい形で、ね、頑張らないといけない。あった、世の中には自由な人いっぱいいるんだよ違う、今多分話の中ですごいいい、今いい話でゴカッと、そうなんです、長嶋さんの下りがあったところでイエーイって来られちゃったんだよ、全員の視線がそのイエーイに持ってかれちゃったんですね、今ね。だけど、まあ、僕以外にも自由な人がいるってことを分かってもらってないけどね。そうですね、あ、よかった、だから、まあ、はい、その時にやっぱりなんとかね、まあ、巨人に残るいい形が僕、93年もらったんで、はい、長嶋さんがそうやって来てくれたんで、球場に何とかしなきゃいけないなと思ってた時に、まあ、ああいう完全試合ってできたんで、そうですね、まあ、いい兆しになりましたね、はい、ちなみに長嶋監督が家に来るっていう時は何時、大体何時ぐらいに来るって予告があったんですか。何時だったか忘れたけど、お昼ぐらいだったんですけど、はい、あ、夕方4時ぐらいかな、はい、家の周りがとんでもなくなっちゃって、はい、要するにもうマスコミがものすごかったんで、はいはい、駐車場だなんだかんだで大変なことになりました、はいはい、それでいよいよ来てピンポン、普通にピンポン、うん、長嶋ですって来るわけですよ、はいはい、で長嶋さん来てさ、で、まあ、話は終わってるわけだよ、はいはい、だから家の中で何話したんですか、大した話してないわけですよ、はい、もう事前にもう終わっちゃってるわけだから。なるほど。だけど、まあ、はい、とりあえず長嶋さん帰りに、うん、僕が持ってきた長嶋さんが好きだっていうケーキをですね、はい、持ってきて、で長嶋さん靴履いてたかって、はい、ね、でそう、長嶋さんこれを持って帰ってくださいってケーキ渡したの、はい、ありがとうって言って
それから1分後ですよね、靴履き終わって立ってそのまま帰ってったって。ケーキは家に置いたまま。それを僕が長嶋さんと追っかけていって、はい、門を出てこう渡そうとした時の写真が次の日の朝刊に載ってました。そういうエピソードがあったわけです、ね、そういうことありましたね、まあ、それがあって完全試合があって、そして94年の10月8日 10.8 といえばそうです ね10.8 決戦ドラゴンズとありました、はい、勝った方が日本シリーズで進出と。なので今日たまたまさ、はい、後楽園飯店で今取材を受けてたの、はいはいはい、それは 10.8 の話なの、はい、だからずっと今話してたから、はいはい、ここから1時間くらい話できますよ。できないです。いらない。あと多分5分くらいですね。5分くらいです、はい、まあその